こう、初心者でも簡単スカートの描き方。今回は簡単なスカートの描き方を説明するよ。スカートの描き方シートを使っていくよ。動画説明欄からダウンロードしてね。スケッチブックで画像を配置して一緒に描いていこう。まずスケッチブックを開こう。サイズは練習だから何でもいいよ。今回は1800-2400サイズで描いていくね。選択したら作成ボタンを押そう。まず上にある画像ボタンを押してダウンロードした画像を配置してね。画像を真ん中に配置して大きさを調整して完了ボタンを押してね。白いレイヤーを長押しして上に移動させよう。これで準備完了。早速描いていこう。次はスカートの線を描くペンの種類を選ぼう。おすすめは技術的なペンだよ。今回はペンの太さは 4.0、 色は黒にして描いていくよ。まずは裾の部分を描いていくよ。大きく波を描いてみよう。ポイントはなるべく丸く描いていくとスカートの柔らかい感じが出せるよ。次はスカートの縦の線を描いていこう。線の太さは 2.0 にしてメリハリを出していこう。縦の線は上に行くほど狭くなっていくよ。波の膨らんでいる部分はスカートの裏側を描くと綺麗な形に見えるよ。最後にいらない線を消していくよ。画像を配置したレイヤーを選択してね。レイヤーを選択すると青い枠が出るよ。選択したら下から2番目のカシミヤ消しゴムを押してね。スカートに重なった体の部分を消していこう。これでスカートが完成。スカートが立体的に描けるようになると、いろいろな服装を楽しく描けるようになるよ。それじゃあ、またねー。